Hi everyone! 野々市市の国際交流員、エドです。このシリーズでは、今すぐ使える英語のフレーズを紹介していきます。今回は、よく使われる別れの挨拶を紹介します。それでは早速、始めましょう。Take care. Take care. このフレーズは、気をつけてという意味ですが、Goodbye の代わりになるような別れの挨拶として使えます。フォーマルな場面でもカジュアルな場面でも使えるとても便利な言い方です。例えばこんな場面で使いましょう。It was so nice to meet you. Take care. You too. Bye. ニュアンス的には相手の健康や安全を気にかける表現です。また、さっきのシーンにもあったように、この挨拶への返事としてよくあるのは、You too、あなたもね、です。これで今回の紹介が終わりましたが、実はこれが最後の江戸の今すぐ英語となります。最後まで見てくれた方、どうもありがとうございました。以上、江戸の今すぐ英語でした。Take care!